さあお次はミニマップでいう左側、ここだ。キーン、よっ、ハンマー。ちょっとアイテム欄がな、ドラキーがいっぱい来た。ジェットストリームアタック、指導強っ。余計なもの片付けていこう。アイテム持てないってなったら嫌だし。小麦の種をとっとと取ってきてください。とっとと、いらなさそうなもの。ロープ、木の柵、ぐらいのものかな。働け働け。でキャベツ入れて料理して、だね。ハートがあと257溜まったら次のレベルだ。はじめね、この家レベルとハートレベル別かと思ってたんだけど、同じだね。よっ、どうしよう。回り道、ジグザグ回り、死にそう。マーマンはいないよな。なんでこんな道から俺は行っているんだろうか。意外に行けるもんだね。よし、大丈夫だ、行けた。行けろー。あ、こんなところにビルダークイズが。水を流すだろうな。あれ、丸押せ、あ、押せなくていいのか。よし、こういうことですね。タラータタッタッタン。小さなメダルをよこすのじゃ。小さなメダルゲットだせ。ダッシュ。小麦の種をよこすのじゃ。ちっちゃり。おお、ナメクジの集団じゃ。思ったより遠い。ここがあの女の風車だ。柵もらってこうか。なんだこれ、また面白い建物だな。ここに種があんのか。よし、とりあえず登ってみようぜ。あ、柵かかってるな。あんまりアイテム欄が開けないな。大丈夫か。どうせね、どっかでさ、ハーゴングを襲来するの分かってるから、柵はゲットしておきたい。ハーゴンも壊せよ。ハーゴンに指導だよ。いつの間にハーゴンが仲間になった。わー、キメラだと。強い。ほら、ナイスメイン立て。キメラを倒したことに新たなレシピ、キメラの翼か。薬草会。薬草のレシピ。さあ、とりあえずこの建物に入ってみよう。上かな。お、松明もある。アンチャで戦い、なんか誰かいるね。カナトコもある。作る。おお、カナトコは武器しか作れない。ここから先はいけない。誰だ。もうダメだ。
どうしよう、魔物には襲われるし武器なくなるし、マジやってらんない感じ。そこにある金床でなら武器作れちゃう気がするけど、物作りに手を染めるわけにもいかねえし、誰か小麦の種と引き換えにヒノキの棒でも装備させてくんねえかな。なるほど、そいつはいいこと。マジ武器欲しいし、ほいよ、ジバコ、ジバコいるかな。ひゃー、てかあんただ、近い。この武器どうしたの。あんたが作ったんだ、ビルダーって超ヤバー。ま、俺言っとく、おかげで教団の教えに従って集落だとぶっ壊せっし。あ、なんか嫌な予感。わー、軍隊槍、これは単体槍ではない、確実に軍隊槍だ。お願い、アリの大群ダンスの手伝ってちゃんとするからさ、お礼はちゃんとするからさ。油断しちゃダメだからね。うわあ、なんというダメージ、戦う前から瀕死だぜ。ほら、勝って任した、指導の範囲攻撃。近寄らせるだ、レベルアップ。ヒットポイントは完全回復するパティーンか、しない。石の剣じゃ、そういうのはもうちょっと早く言ってって。これから強くなるために新しい武器思いつけそうだな。武器があればぶっ倒すのが楽しくなりそうだぜ。金床ってやつで作ってみろよ。わかった、そんな余裕はない。指導の範囲攻撃が超強いね。アイアンガントを倒した。やった、小麦の種を手に入れるためだ、あの女に付き合ってやろうぜ。あれ倒せたとね、よし、ヒノキの棒、マジいい感じ、いい感じ。何、体からハートが出たわよ。まあそれはともかく、ビルダーって言ったんだけど、何企んでるわけ。農園で畑を作ってる、そのために小麦の種探してるんだって。畑作るとか破壊神様のバチ当たっちゃいそうだけど、ま、作ってくれたヒノキの棒マジいい感じだったし、私ってば物作り興味湧いちゃったわ。はい、俺だよ。イエーイ。モンゾーラのエヘ、ジバコイ、ジバコイル、小麦の種植えることで、見てみたいし、ちょっと農園連れてってちょうだい。ジバコがついてくるようになった。レアコイルはいないのか、いきなりジバコイルとは。ここもう一回来そうだよね。よし、石の剣、指導専用って書いてないから両方装備できるのかな。よっ、ジバコは装備、違う、これヒノキの棒だ。はい、石の剣だって、石だけでできるしね。絶対石の剣って金属いるよね。持つことができません。さあ今回はアイテムを捨てるのどうする。ヒノキの棒、フォーミじゃない、いらないんだけど、どうすればいいんだ。四角 LR荷物、ヒノキの棒、捨てる、消滅した、捨てれたけど消滅した。おそらくもうヒノキの棒は使うことないと、今回壊れるっていうのはないみたいだし。セイトン捨てる。これで今小麦全部捨てちゃったら積むのかな。上に行きたい。
にはおけんのじゃ。おけんのじゃよ、おけんのじゃ。もうちょっと画面引いてくれないかな。何にも見えないんだけど。これはワンと変わんないな。狭い場所での視点。まだだ。まだまだ。どこから上がればいいのやら。もうちょっと、もうちょっと。視点が怖すぎる。できた。びっくりした。なんか起きたのかと思った。あー、絶景かな、絶景かなと。これはしごだよね。はしごもらっていこうかな。結構硬。硬い橋を。体験版の時はね、落下しなかったんだけど。さあ、もうチュートリアル終わってるだろうからね、死ぬ可能性あるな。こう風車だから、これ壊したらまずかったんじゃねえ、これもしかして。まあいいか。お願いします、死なないでください。おお、洞窟かなあれ。なんかないのかな、双眼鏡みたいなアイテム。まあデスルーラー、あっちもある。まだ結構広いよね、この島も。行くか。死なないでください。タウン、耐えた。うん、OK、 落下死はなし。いやー、うまい。あ、強そうな人発見だ。粛清する。3、大して強くない。おら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 。うわ、遠距離攻撃とか飛距離。持ち物がいっぱいで持てんだと。薬の葉。骸骨帰ろう。でもレベルアップで武器のレシピを覚えるんだったらレベル上げもしないとダメだよね。腹が減った。話す。この島に住むオオネズミは悪意のない可愛くも愛らしいオオネズミだ。見つけたら積極的に声をかけてみな。最近はおまんまの食い上げでお腹と背中がくっつきそうだぜ。こういうことか。腹が減ったつやつの目の前で食事をするという、なんという嫌がらせ。そういうわけじゃないのか。
早く帰らないとまずいな。夜が近い。早く寝るんだ。ただまーっと、あ、迎えに来てくれた。まあ明日の朝にしよう。明日の朝にまずは寝ようぜ。いや寝ようぜ。明日の朝でいいだろ。あ、おはようございます。料理完成。入れる料理する。薬草も早めに作っとこう。とりあえずレシピを増やしていこう。作業台では武器が作れないんだな。始まりの島では作れたけど。薬草持てない。誰が持てないよ。そういうことは言っていない。よし、とりあえず油をぶっこんでいく。さあ、これは何だったんだ。骨だね。説明、返事がない。ただの屍となった骨。飾り家具、嫌な飾り。机の上に骨は置けない。地面には置ける。新しい仲間と小麦の種を見つけてきてくれたんですねって。この島の人たちはハーゴン教の教えが広まってから畑を捨て物作りをやめてしまいました。どうやって生きてんの。物作りに目覚めさせ仲間にしていくのもビルダーさんの務めなのかもしれませんねと。おう、ここで物を作っていけば俺たちガラッポ島で緑を作る仲間も見つけていけるっていうわけだな。はい、いろんな素材が増えて、はいはい、カバンかな、袋を手に入れたね。命名神マリアーナ様にお願いしてお袋にしようぜ。ドラクエあるある。その袋があれば荷物がいくら増えても持ち運べます。これからの冒険に役立ててください。めっちゃ便利。行く前に欲しかったね。もしキャベツと植え替えたいならハンマーで叩けば種が出てきますよと。袋を手に入れた。上と下、いいね、いいね。だから言える、だからこそ言える。キャベツを料理する。おわ、全部できてる。キャベツじゃ、キャベツじゃ。一応小麦が全部植えれるだけの畑はギリギリ残ってる。はよ水まけ。小麦の収穫がさ50だから結構遠いもんね。これ小麦完成まですることがないのか。噂の大使と農園なんだ。マジヤバくね、マジヤバくねって。守るくらいならできるかもって。ハーゴン教団なんかやめにする。そこに幹部いるからな、ビルダー教。おい小娘、いい度胸だな。その兜こっぱみじんに破壊してくれようか。え、やばっ。ドラクエの仲間に乗る音楽。話す。小麦の種いい感じに植えたみたいじゃないって。健康な土全然足りないわよって。そうね、さすがに。大ネズミから噂聞いたんだけど、教団に追われて転々としてる腐った土をきれいにできる一族の末裔がうねうねしてるんだってって。本当ですか。小麦が育つまでまだまだかかるかもだし、情報聞いて土きれいにできる人探してきてよって。待ってよ、待ってくださいよ。まずは村をきれいにしたいじゃないですか。やっぱ2個ぐらいずつにしとく。
まあ聖地はね、もうちょっと綺麗な土もらえるようになってからかな。じゃああとは任したぞ。マップ的に北は、こっち行くぞ。指導レベル上がっている。俺の攻撃、指導の方が武器の威力低いのに強い。脳筋だなあいつ。当たり判定がよく見えない。あーどうしよう。回り道ジグザグ回り続けても、近道なんてないのかな。不意に無口になるけれど、いつかどこかで感じ合える。キメラ、おい、ラリホーだこれ。違うかった。敵の位置、敵だ。東はセント、こっちだ。いた、ゆっくりおいよ。痛いからね。いるいる。ん、オークさんでっけ。あ、サイズ自身そんなさ、疾風好き。殴ってみる。おお、開始の時点で強いね。ボスクラスだ。超、あ、でも大丈夫だな。まず周りの雑魚を倒しておくか。オークさんのサービスシーンが多すぎる。やばいやばいやばい。こっちを向け、こっちを向いてよハニー。よっ、食べさせることはできない。話す。シドー。うわー。逃げろ。シド復活まで時間を稼ぐんじゃん。仲間に回復アイテムは使えないんだ。チコルド学校は、はあ、指導す、ちょっときついなこれ。まだ戦うべきタイミングじゃないね、明らかに。だいぶ指導も回復したな。この疾風好きの威力がやばすぎる。よけ、左スティック強押し込んじゃう。好きならけだ、いけろ。あっ、ド迫力のバトル。いけ、空気4発食らうと死ぬからね。そろそろ指導さん復活の時来たる。うわうわうまい。早復活せい。そろそろだ。やめやがって。できた、チャンス。俺ができるだけヘイトを持ちたい。指導じゃなく俺にヘイトを入れたいんだが、
もうちょい。じゃあ死ぬ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 。よらよら。シドウが死ぬまでに。よし。殴れ殴れ。ああもう満腹度マックスだから食べたくない。もうちょいもうちょい。やれ。よし114経験値プラスなんかもらった。これなんだ。キャベツの種だ。え、何しに来たんだったっけ。忘れちゃったわ。引きの玉でちゅう、うねうねでちゅう。おや、あなたこの不思議な場所に引きつけられてやってきたのですね。僕の後ろにある玉は触れるとその場所にワープできるようになる。なんとも不思議な玉なのでしゅう。一度触れておけばなんとワープできるんでしゅうと。便利便利。そこにいるネズミにも聞いてください。とりあえず触るでちゅう。導きの玉を発見した。ワープで来られるようになるぞ。ルーラポイントですね。いわゆる。うねうねでちゅう。なんでちゅか君はやたらニコニコとした顔をしているでちゅう。おねずみをバカにってるんでちゅか。ん？この辺り土をきれいにする一族はいないかでちゅか。土をきれいにする一族っちゅうのはよくわかんないでちゅうけどね。アゴン教団の連中が険しい顔で東に走っていったでちゅう。ちょっとして何かあったのかもでちゅう。そうそう、階段の手前にいるおねずみとは話したでちゅうかと。便利でちゅうよと話しました。